仮釈放される受刑者仮釈放とは、収容期間満了前において仮に釈放されること。刑法28条に、懲役または禁錮に処せられた者に、改審の条があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。と定められている。ここに言う行政官庁とは、 法務省所管の地方構正保護委員会であり、介護の上及び改善構成の意欲があり、再び犯罪をする恐れがなく、かつ保護観察に付することが改善構成のために相当であると認める相当で、あると認められる時にすると規定されている。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められない時は、行わない。実際に仮釈放が許される時期については、 有期刑は最近では、ほとんどの場合、執行刑期の3分の2以上であり、刑期の半分に満たないで許されるものは稀にしかおらず、無期刑は2003年以降、すべての許可令において、計画定後20年以上が経過してからである。仮釈放の手続きの流れは、以下のようなものである。仮釈放はあくまで、仮であり、刑法29条1項の覚悟に該当する場合には、 仮釈放は取り消される。犯罪を犯して罰金刑以上の刑罰が科せられた場合や保護観察中に遵守すべき遵守事項に違反した場合には地方公正保護委員会の仮釈放取り消し決定により仮釈放が許されたすべての期間を刑事施設で過ごさなくてはならない。また、刑の執行が停止されたわけではなく社会の中で保護観察を受けて 遵守事項を守りながら生活することを条件に、残りの刑期を過ごすことが許されたという状態である。ため、例えば無期刑に処せられた者が仮釈放を許された場合には、死亡するか、あるいは恩赦がなければ、一生保護観察下に置かれ、住居、旅行等、日常生活にも制限を受けることになる。ただし、少年の時無期刑の判決を受けた者については、残刑期間主義ではなく、 公式間主義が取られているため、仮釈放が取り消されることなく10年が経過すれば、刑は終了したものとされる。仮釈放は、受刑者のうち一定の要件を満たしたものについて、早期に社会生活の機会を与え、公正や社会復帰を円滑に進めさせるための制度である。仮釈放期間中の保護観察も、そのために行われる。一方で、 刑事施設における過剰収容の緩和という機能があることも否めない。刑事施設における過剰収容は刑務官の定員や刑事施設の物理的な収容定員には限界があることから刑事施設内での処遇の質の低下や受刑者による暴動を将来しかねない。また、犯罪者処遇を刑事施設内で行う場合と比べると保護観察という社会内処遇は 圧倒的に安価であるということも仮釈放制度のメリットと言える。ただ、仮釈放中の保護観察は、刑事施設内の処遇と比較すると、物理的、人的に再犯を防止する機能に乏しいというデメリットがある。仮釈放中の保護観察を寄付し、所在を喰らませて再犯に至る者がいることも事実である。2005年、愛知県安城市のショッピングセンターにおいて、 仮釈放中に所在をくらませた者が幼児を殺害する殺人事件を起こしたことが契機となり対策が講じられた。仮釈放中に所在をくらまし保護観察を受けていない者については2005年12月以降保護観察所自身が裁判所から令状の発布を受け警察と連携して所在調査を実施することとなった。ありがとうございます。